こんにちは。ハイパー枚方店の稲増です。お家でできるトレーニングを紹介します。レッツタクトレ。終了します。次は下半身を鍛えていきます。お尻を鍛えます。クラムシェルとカエルブリッジしていきましょう。まずはクラムシェルです。横向けに寝てください。肩と腰とかかとが一直線。かかとを離さないように膝を開いていきます。しっかり開いて2秒キープ。ゆっくり下ろします。下ろしきらずまたしっかり開く。続けていきましょう。この動きの時に体が持っていかれないように骨盤はしっかり立てたまま動いてください。次はカエルブリッジです。仰向けに寝てください。足の裏同士をくっつけます。肩をつけてお尻を持ち上げてください。膝をしっかり開いてください。下ろします。しっかり持ち上げる。横から見たときに反りすぎないようにまっすぐ、お尻の収縮を感じましょう。はい、皆さんいかがでしたか？自宅でもできるトレーニングはたくさんありますので、少しでもいいので体を動かしてみてくださいね。こんにちは。デルクススポーツクラブ花畑中央店の片岡です。レッツタクトレ。ヒップロトレーニングを行っていきます。まずは四つ倍の姿勢になっていきます。膝が足の付け根の真下、両手は肘を肩の下につき、手と手を組み合わせて床へ置いていきます。膝と膝を揃えたら足のつま先を立て準備です。肘で一つ床を押しながらお腹を中に引き入れます。腹筋と腰周りの筋肉で背骨がくねくね動かないよう固定していきます。片方の足を天井に向かって引き上げていきます。膝は曲げたまま床すれすれまで下ろしたら引き上げます。1、1、2、1、1、2、1、1、2、足の付け根から動いていき、引き上げるときにお尻の筋肉をぎゅっと引き締める意識で行っていきます。1、2、1、1、2。この際に腰がくねくね動いてしまったり、膝が動いたりしてしまわないように注意します。足の付け根だけを動かすようにしていきましょう。1、1、2、1、1、2、1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 、
20回ずつ行います。以上でトレーニングは終了となります。